ドクリーム、気に入るのが見つかってよかったですね。匂いも成分もあんなに種類があるもんなんだな。パレオがいくつも持ってる理由がやっとわかった。お、ゲームコーナーがあるぞ。ちょっと寄ってくか。モスキさん、ゲーム好きなんですか？まあ、人並みだと思うけど。あそこにあるの、銃でゾンビ撃つやつか。ちょっとやってみようぜ。バイオパニックのシューティングゲームですね。久しぶりにやるので、お手柔らかにお願いします。マスキさん、そっち行ったら危ないですって。はあ、問題ねえって。こんなゾンビなんて。うわ、やべえ、すっげえ囲まれた。だから言ったのに。ロック、あとは頼んだ。初めてゲームオーバーか。やっぱりなまっとる。お前、慣れてんな。実家にいた頃、たまにバンドのみんなとゲームコーナーで遊んでたんです。バンド練習を早めに切り上げて。マスキさんはこのゲームそんなにやってないですか？このゲームっつうか、誰かとやるのはあんまり。学校のやつは誘えないし。そっか、マスキさんってかなりのお嬢様学校に通ってるから。白雪学園でしたよね。ああ、学校でゲームっつったらチェスが出てくるな。お嬢様ってすごい。そんなことより、あっちにあるクレーンゲームやらないか。さっきから気になってたんだよ。いいですよ。あ、奥の方に入ってるぬいぐるみ、今朝見た映画のキャラじゃないですか。マジか、連れて帰るしかねえな。マスキさん、早いです。マスキさん、シューティングとクレーンゲームはともかく、なんで太鼓のリズムゲームもダメなんですか？ああいうのっていまいち乗りづらいんだよな。もっといいリズムがあんだろ。だからってあんなにアドリブ入れたらすぐゲームオーバーになっちゃいますって。まあいいじゃねえか。で、次はどこに遊びに行く？いや、マスキさん、今日は遊ぶのが目的じゃなくって、お互いのことをもっと知るっていうのが目的でしたよね。新しく分かったのって今のところゲームの腕前くらいしかないですよ。まだ初日だし、ゆっくりやっていけばいいだろ。あ、そこの店寄ってってもいいか。家事の材料の品揃えがいいんだよ。今度は何を作るんですか？いや、まだ決めてない。作りたくなるもんが見つかったら作るけど。うわ、まずい。学校の先輩にカヌレをもらったお返し作らねえと。今回はアップルパイでいいか。いいですね、美味しそうです。好きなのか、アップルパイ？もちろん大好きです。あ、いや、この前ハロウィンの時に作ってくれたパンプキンタルトも捨てがたいですけど、なんていうか、マスキさんが作ってくれたお菓子はどれもこれもデラウマです。デラウマか。じゃあ今度うち来いよ。デラウマのアップルパイ食わせてやっから。いいんですか？ああ、シナモンたっぷりのすっげーうまいやつ作ってやる。そこにバニラアイスを乗せましょう。おー、いいな、それ。やったー、楽しみです。おはようございます。おはようございます。今日はお二人でいらしたんですか？はい、マスキさんのバイクに乗せてもらいました。この前言ってたの、本当にやってるんだ。まあな。つうか、銭湯の掃除ってあんなきついのな。全然知らなかったよ。ロックはあれを毎日やってんだろ？まあ、日課みたいな
慣れちゃいました。ああそっか、お前のギターの音の強さってあのモップ掛けから来てるのかもな。それは特に関係ないと思いますけど。まあ始めたばかりだし、そんなものじゃない。他に何か成果は？マスキさんはゲームがあまり上手くなかったです。はあ？つーか、こいつ映画見てすっげー泣く。え？それだけ？なかなか道のりは長そうだね。千里の道も一歩からと言いますよ。お気になさらない方がよろしいかと。だよな。よっしゃラック、まだまだ続けんぞ。いいよな。私はもちろん大丈夫です。チチさんいいでしょうか。勝手にすればあんた。だし本番が近づいたらやることはやってもらうわ。んなの分かってるって。ならスタジオに入って、レッスンの時間よ。